はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケカの高騰下落に対し、勝手なる持論を好き勝手ぶちまけております。そんなチャンネルではございますが、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。さて、始めてまいりますが、皆さんね、いつもこのグッドボタンとかね、コメントをいただきまして、本当にありがとうございます。結構ね、楽しみにしておりましてね、温かいコメントと、っていうコメントなどね、まあ、一通り目を通して、リアルなお声として参考にさせていただきます。ただ、なんて言うんでしょうね。マイナスのイメージを吐くコメントが意外と少ない気もしております。これ煽ってるとかではありませんからね。思ってる以上に温かい方ばかりで、まあ本気でありがたいと毎回思っております。この間気づいたんですけど、これ YouTube のシステム的な話だと思うのですが、来ていたコメントが見れなくなる現象がありまして、あれ何なんだろうってね、思いましてね。もしかして、あれですかね。マイナスなコメントと AI が判断した場合、クリエイターには見えないようにしてるんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、まあ明らかに来ていたコメントが確認できなくなる現象が存在しておりました。まあだから少なく感じてるのかもしれませんね。本当は山ほどもらってるのかもしれない。アンチコメント。まあ、どちらにせよ、大切な皆さんの時間をですね、この視聴やコメントに当てていただいている時点で感謝でございます。引き続き、コロチャンネルを、そしてコロムショーどうぞよろしくお願いいたします。では本題に入りましょう。今日はコロムシ大好きハイパーレアを見ていきたいと思っております。個人的にも集めている HR なんですが、毎度申し上げております、なくなるのが本当に早いんですよね。こうしてる間にも、どんどん枯れていっているのが見てわかる状態でございます。そしてそれは、古いカードから発生している傾向が見受けられます。したがってコロムシも優先順位として古いものを重視している状態なんですが、ちょっと気になる点がありまして、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、収録パックによってでカード残数や価格に違いが見えてきているんですよね。比較的最近のカードとか、最近つってもこの5年以内ぐらいのカードは割とキャラクター依存が強いというか、例えば女性でめちゃめちゃ可愛いみたいのがあればそれがすごい高額になったりするとか、そういう傾向が見受けられるんですけど、どうもねパックによってとか収録タイミングによってみたいな価格の付き方をしてんじゃないかなってちょっと思うところがありましてですね、本日はまあその例を紹介したいと思っております。収録パックはこちらです。2017年7月15日発売ですから、もうすぐ丸7年となります。光る伝説でございます。この光る伝説、そうですね、一つ前は戦う虹を見たかっていうパックなんですね。リザードン GX の SRHR が収録されていたやつですね。まああと個人的には大好きな鳳凰 GX が入っておりまして、いいのがあったらなって現在も探しております。また、一つ後ろはですね、超次元の防獣でした。これはもうね、言うまでもないルザミネですよね。今も素晴らしい価格ですし、今後の期待も高い一枚だと考えております。その間に挟まれている光る伝説、光るミュウや光るレッグーザなど特殊カードがですね、合計8枚収録されておりました。2000年に発売された、2000年か、もう24年前ってことですね、に発売されたネオ以来かと思いますね、この光るってやつは。これレア度を示すマークちょっと拡大するんですけど、なんなんですかね、これ星なのかな、このエメラルドグリーンのモコモコしたマークが入っておりますよね。まあこれがついたカードが8種存在するんですが、ただもう一個ちょっとあって、こちらご覧ください。この光る伝説に収録されているミュウツー GX です。一見 SR なんですけども、これよく見てみるとこれモコモコなんですよね。しかもなんかこれ1枚っぽいんです。こういうシチュエーションがちょっとそそらえちゃうんですけども、貴重なんじゃねとかちょっと思っちゃいますけどね。トレジャーさんで現状見てみると、はい、やっぱ高いですね。 47,800 円でして、年間最高額は89,800円、特殊であり HR に並ぶ、まあ素晴らしいカードなんじゃないかなと思っております。さて HR に並ぶと言いましたが、光る伝説が発売されていた2017年前後の HR はすでに SR を大きく上回った価格になっているのも少なくありません。割と有名なので例を挙げると、まあ、先ほど言いましたよね。リザードン GX なんかはいい例ですよね。SR は現在 44,800円くらいで、HR は 148,000円でございました。SR 自体も高額ですが、3倍の差をつけたのが HR でございます。はい。まあ、この感じで、ちょっと光る伝説見てみたいと思うんですが、光る伝説にはですね、4種類の HR が存在しております。1枚目はこちら。
エンテイ GX でございます。先にちょっと SR を見ていきましょう。 SR はですね、鳥茶さん確認すると2480円なんですね。7年前の光る伝説収録の SR がこれですよ。備品がないからではあるんですけど、それでも高額だっていう感じではなさそうですよね。非常にいいなと、手の出しやすい位置にいるかと思います。ではハイパーレア見てみますと、おー、やっぱり SR をまくってますよね。9200円でございます。しかもね、このグラフ見てほしいんですけど、線が途切れ途切れだと思います。在庫が安定していない証拠です。現在も5月22日を最後に枯れてしまっている状態ですね。見つけ次第確保したいものですね。この HR は年間最高額は 17,800 円でした。現在の価格でも約 3.5 倍の差をつけており、なおかつ在庫が薄い。何度見てもですね、集めなきゃとコロムシも焦ってしまいますね。 HR 最高でございます。では2枚目見てみましょう。こちら、ライチュー GX でございますね。こちらもちょっとスーパーレアから見てみましょう。トリチャさん見てみますと6700円。おー、カード可愛いっすよね。ライチュー、この頃のカードはやはりただキャラクターが可愛いだけじゃなくて、なんかカードの感じ的にクラシカルなイメージがあって、非常にやっぱ素敵ですよね。はい、では HR 見てみると、あー、やはり高いですね。3万円を超えております。 SR と比較すると 4.5 倍くらいですかね。ライチュー強いですね。年間最高額も3万2000円と、今がねまさに高額といった感じのようです。1年間見て今が一番いい時っていうことになりますね。在庫もフルアヘッドさんのみ。これもね、価格面でも在庫数で見ても見逃せないカードという感じがしますね。こうやってやってると欲しいものだらけで困りますね。はい、では3枚目見てみましょう。こちらです。そうですね、ミュウツー GX も収録されておりました。 SR は5000円。思ったほど高くないように見えますが、在庫がねほぼありません。やっぱいいですよね。こういう年代のこれぐらいの価格のやつだとしても、こういうカードこそPSA 鑑定とかに出したい、そして保管したいなっていうのがコロムシの感じなんですよね。では HR 見てみましょうか。高いですね。10万8000円でございます。素晴らしい。そして在庫はですね、1月17日から約5ヶ月間枯れっぱなしってことになりますね。よほど貴重なカードだと見えます。年間最高額も11万8000円と、これもねほぼ変わらず、その時がなんか絶頂みたいな感じでしたね。ミュウツーも備品を見つけたら確保と言いたいところですが、かなり高額でございます。この虫はこの SR でも備品なら保管対象だと思いますね。ぜひそっちも狙ってみてほしいなとは思います。でラストはこちら、ゾロワーク GX でございます。 SR は2500円。マジか、本当にいいんすかねこの価格で。ゾロワークかっこいいですよね。これマジで欲しいな。この横向きのね、全体が映ってる感じ、 A とか B のレギュレーションあたりのイラストってやっぱ好きっすね。で HR 見てみますと1万800円でございます。本日紹介した4枚の中で一番現実的な価格でございます。今日のおすすめはこちらなんですね。ゾロワークでございます。年間最高額は2万2800円と、まあ、決して安いカードではございません。そして在庫もかなり薄いです。まあ、ほぼないと考えた方がいいですが、もし見つかるならこれは覚悟に走りたい。コロムシはそう思っております。で、今紹介した4枚、光る伝説の収録 HR はこれだけなんですね。さて、今回なぜこの光る伝説でまとめたかと言いますと、まあ、単純な話です。光る伝説周辺の発売パック、まあ、さっきは超事件の傍受だとかね、戦う虹を見たかみたいな言いましたけど、その周辺の HR たちと比べるとなぜか頭一つ高かったんです。そして、全て SR より高額な HR で、4枚ともにいいカードでしたので、パックでまとめて紹介したんですね。と同時に価格だけ見るとそうなのですが、在庫に関してはどのパックの HR も似たり寄ったりで薄いものばかりです。収録パック関係なく、ハイパーレアは貴重カードになってきていることは間違いございません。あれ高くなってきたぞ HR がとかね言ってる頃ではもう全然遅いと思います。これくらいの価格でいて、ちらほら在庫があるうちだからこそ何度も紹介させていただいてるんですね。まあ皆さんの考え方次第だとは思いますが、ぜひ参考にしていただければと思います。そしてまあ今回もね、好き勝手に持論や見解をお伝えさせていただきましたが、正解ではございません。参考程度であることをお忘れなく。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。